今回はサスケとカオルリンが浮気してる疑惑が上がってるシーンについて読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。久しぶりにナルト読んだら水月ってそんなにサスケと親しくなかった気がする。それはそれとして一応仲間だったのにこの対応はひどいと思う。女性関係について信用できる要素あるかっていうと、でもよ女くせ悪いって印象も全然ないぜ。でもよそもそもの印象が壊滅的だぜ。あの7代目も結果見てサスケのバカ野郎みたいな反応だったし、水月全く吹けないな。サスケはかなり仲間に甘えてるよね。末っ子気質、自分を信頼する女に刺したりしたしな。恩師も刺したしな。奇遇ね。人間関係淡泊なとこあるからな。夢が一族の最高な男だぞ言って異常関わった女全員手を出しても驚かん。根本的に責任を果たした経歴がない悪事歴は豊富無口でイケメン、罪な男だよ。サラダちゃんの親は誰かで問題なく大好評のうち集中連載がやれる程度に読者も信用してなかったんだ。いやどう見てもサスケと桜の娘だよサラダちゃん。実際ウチハ特有のイケメン顔とあの声でくどけば7割くらいは落とせる気がするな。長続きはしなさそう。タカメンバーはもう少し掘り下げられると思ったけどそんなにだったな。ボルトだとこいつら何してるの。オロチマル配下に戻って各所の拠点にいる。言葉で言うより行動で示す。言わなくてもわかってくれる。トンって育てられてきた奴はダメだな。そういうとこだってばよ。読み返すと水月はサスケのツッコミ役としてなかなかいいキャラしてた後みんなサスケに対してギリ硬すぎだろチームタカ。サスケとの過去もられたかりんサスケと奇妙な関係な15水月はまあなんかついてくる。でも浮気できるほど器用な奴かと言われるとうん。ムードメーカーとリアクション要員を熟す優秀なメンバーだ。かりんに手出したことあるのかなサスケ。無理そうじゃね。サスケはなんかこうすぐ人生が迷走しそうだし女性関係で迷走しても驚かない。桜ちゃんを愛しての私かだけど隠し子が出てきても不思議じゃないとは思う。何がひどいってなるとすら信用してねえからな。かりんに言い寄られてた時にもって反応してたし。そこまでってことは若干クズだと思われてる。それはそう。かりん刺したのも後から聞いてそうだし優しい人物像は上書きされてると思うよ。レボリューションナルトはサスケに初めて奪われたし、良くも悪くも愛が深い一族だからかりんと関係持ってたらそっちとくっついてたんじゃないか。やることなすこと極端な大バカ野郎ではあるから、ナルトと水月が微妙に知り合いっぽい感じになってるのがなんか好き。水月はサスケよりナルトと仲良くなりそうなのはわかる。水月がアカデミーの同期ならまあ間違いなく仲良くなってそう。でも水月はノリノリでチキリやるやつだよ。共通の知り合いがあれだから仲良くなるの簡単そう。この話は桜ちゃんがコラ写真を飾ってるのも正直怖いし、あれは多分最後に家族で写真を撮るってのがまず最初にあってそれから逆算して考えたせいであんな珍妙なことになったんだと思う。なんたって騎士影様だし。サスケは一族復興したいならむしろ子供バンバン作らないとダメだろ。親父との思い出がないレベルで家に帰ってない奴は実際何勘ぐられても文句は言えない。誰もサスケを信じてくれないのがひどい。そういえば水月は忍び型な七人衆復活の夢って諦めたの。一族の復興って今も望んでるんだろうか。内派の真実知ってるわけだしサスケ。刀も結局取られて液状化できる能力もいまいち役立った記憶がない。液状化で済むからとりあえず派手にぶっ飛ばされるのが多かったような気がする。なんか似たようなところ天型の漫画にいたな。ボルト時代になっても特に役に立たない水月の液状化。一方桜ちゃんは何があろうが愛してくれると確信できる体験を積み重ねていた。まあサスケはいろんな女に手を出すような感じ自体ないから。それはまあ神視点の読者だから確信あるだけで、サスケ自体ナルトが知らない過程あるから。そんな器用さがあるなら本編であんなことになってねえ。俺だったかもしれねえ。ナルトもしれっと信じちゃうレベル。サスケの信用ってよりカリンの信用な気がするよサラダ騒動は。三人それぞれ事情知らない奴からしたら判断に困ることしてるからな。サスケが定期的に家帰ってれば済んだ話なんだけど、いろんな意味でその場の空気に流されちゃうからなサスケ。いろいろあって思い詰めてやらかした過去があるからな。
カリンが弱みを振りかざしてまたがるのは想像できなくもないが、サスケの我の強さ考えれば普通に天の手力とかでかわすだろうしな。さくらちゃんなら反射神経と怪力で抑え込んで妊娠がためできるかもしれんが、もしかしてサスケって人間的な部分はダメダメなのでは。連載当時にもあってなるくらいクソ野郎だったからな、あいつ最低なんだの定型があったら絶対言われてた。100歩譲って会いに行けないのはまあ許そうかを知らんってどういうことだよ。親なら子供の成長見たがるもんだろ普通はよ。サスケも思うところはあるけど、嫁がサスケくんのことは分かってるから大丈夫って言い切っちゃうからしょうがねえんだ。青年期のサスケのことあんま知らんしな。7代目はどっかでチャラスケだったかもしれない。まああれだ、サスケはちょっと不思議ちゃんなとこあるから。いろいろあったけど不倫おめでとう。ボルト見てないけど、なんで鷹の皆さんはオロチマルの家族みたいになってるんです？もともとの扱いが劣悪で、オロチマルのところでも波の実験体異常というか普通に女子的な働きもしてて待遇悪くもねえから、マサナをどっかの忍びの里にいるよりオロチマルのところにいる方がいいみたいなやつだったりするから。カリンと15は家族やってても問題ない描写は原作でもしてるだろ。水月はなんでまだオロチマルのとこいるんだろうね。ボルトの妹くらい両親の特徴受け継いでればな。水月はとりあえず15に殴られてもセーフなのが強み。タカはサスケ以外帰る場所ないからオロチマルの家族やるしかなかろうよ。ぐわーって叫びながら桜に絞り取られてるサスケは想像できる。じゃあな。水月はあんだけオロチマルにビビってたのに居ついてるのは謎。いやまあサラダのへそのを保管してたカリンも悪いというか、桜に渡してあげなさいよ。桜との友情の証だし。この一件で一番立ち悪いのは、唯一サスケと何かあってもおかしくないカリンが容疑者だったってのが大きいから、あと桜ちゃんのコラ写真。音の忍びにとってもオロチマルは里以下の集団だった。自分たちに利を作ってくれた恩人でもあるらしいので、妙に徳を稼いでる。ビビってプルプルしてる水月かわいいよな。やめろって叫びながら桜に絞り取られてるサスケは想像できる。7本刀全部集めるみたいな夢があった気がする。水月まあいいか。でもただの刀博士じゃ7本刀は集められないよ。唯一持ってたやつがゴタゴタでどっか行っちゃったから。ドム。水月ってなんだかんだでオロチマルと親子関係みたいなの築けてるよね。オロチマルと暮らしてる3人はみんなおおらかだと思う。7本刀もよく考えたら面白人数の息を出てないし、首切り包丁だけ刀として完成しすぎてる。あれ戦いで人切ってるうちは刃こぼれとか切れ味悪くなること一切ないんだぜ。忍び刀って7本持っていてもいまいち強くなれる気がしない。オロチマル一家の家族写真いいよね。今年はナルト組ボルト組でオロチマルいなかったの残念だった。サメ肌以外どれもパッとしないしな。刀集め直して忍び刀七人衆を復活させそのリーダーになるって野望あったけど、なんかもうそんな時代じゃないしね。当時白号使える人は子供産めない、だからサラダはカリンの子供だっての大真面目に言ってるやつが結構いたなって思い出した。これに関しては去年か一昨年あたりにもここで言ってる人がいたの見たから、今でもガチで信じてるのはマジでいそう。綱出様個人が男とくっつける運がなかったのを白号のせいにしてはいけないな。ナルトの姿勢はサスケは悪いことしないじゃなくて、サスケが悪いことしたら殴って止めるだよね。まあ潔白を信じるにはあまりにもあんまりな過去だから、どこまで行っても末っ子だな。さすがになんかよくわかんねえけど、ハイテク機器で鑑定したんならサスケが悪いかもしれねえ。あそこら辺の水月とナルトのなんとも言えない空気とやりとりがひどすぎてダメだった。結局はサスケがやらかしすぎて本人が申し訳が立たないから、そんなに里に帰れないわって外に出歩いてるのが全部の原因だからな。里帰りついでに茶を芝いてる兄を見習え。忍び刀七人衆なんて全員集まっててもこの葉の落ちこぼれ下人に2人殺される程度だからな。ツーショットの家族写真が一枚もなくてコラする羽目になってるのが全ての元凶だから、サスケが悪い。あいつはそんなことしねえって用語を全部裏切ってきた男だからな。サスケよくわかってないガイアの大人が騒いでるだけで、サスケ桜カリンは特に何もこじれのない状態なのがひどい。サスケが女関係で何考えてるかなんて桜ちゃん以外の作中人物の立場じゃ絶対わからないだろう。
いい景色だな、サラダにも見せてあげたいわ。それをせめてサラダに伝えてやれ。オロチマルのところにあるなんかすごい鑑定ができる機械をオロチマルのところにいる水月が動かしたら、サラダがカリンの娘と判明しました。実際には同一人物のへその女だけだけどって言われたら、ナルトとしてもサスケ言わざるを得ないと思う。水月がバカって疑えなかったのがミスだったな。あれ親子なら本来ならなるはずのないへその緒と DNA が一致しましたってやってるから、気づく人はキャラたちが勘違いしてるのわかるんだよね。サスケの言葉足らずなのは兄と一緒。ボルトには割と理想的なムーブできてるあたり、ほんとそっくりだな。あの二人の子供に決まってる機械の間違いだとか、変に固執しないで母さんを思うその気持ちは本物だろってフォロー入れる7代目はさすがだと思う。父親のフォローはしない。育ての親すら曖昧な状態で育ってきたナルトだからこその考え方だよね。女遊びできるほど器用な性格してないだろサスケ。皆さんはサスケとカリンが浮気してる疑惑が上がってるシーンについてどう思いましたか？皆さんの感想コメントもお待ちしています。チャンネル登録もよろしくお願いします。